よく来たね。君の噂は聞いてるよ。私はならば、こっちはゲルガーだ。一応場数だけは踏んでるからな。何かあったらいつでも俺たちを頼ってくれていいぞ。で、君の隣にいる大男がミケ・ザカリアス分隊長だよ。気にしなくていいぞ。初対面の人の匂いを嗅いで鼻で笑うのはミケさんの癖なんだ。ついでに教えておくと、ミケさんは嗅覚がすごくてな、巨人が姿を現す前に匂いで察知できるんだ。しかも調査兵団の中ではリヴァイ兵長に次ぐ実力者なんだよ。雑談はそれくらいにしておけ。ちゃんと教えとかないとただの変人だと思われるよ。お前には兵団拠点の設置任務に加わってもらう。兵団拠点というのはわかるか。次の壁外調査の航路上に拠点を築いて、あらかじめ行軍に必要な物資を運んでおくんだ。壁外での作業になるから、本来は兵団配属前の新兵にやらせるような任務じゃないけど、君は大丈夫そうだね。ビビらないなんて大した度胸だな。今回は壁外といっても遠くまで行くわけじゃないから、そこまで危険なことにはならないと思うよ。だが確実に巨人はいる。死にたくなければ気を引き締めて臨め。いいな。この町の中心部に兵団拠点を設定する。総員、準備作業に移れ。お前は俺と来い。町の周囲に見張り用の拠点を築く。設営できる拠点の数には限りがある。無駄な設営は控える。いいな。完璧だろ。よし、その調子でやれ。あんなの泥人だ。ちょっと厳しいな。ありがとう。私、増援を呼んでくる。なんだよ。あんなの泥人だ。自分の身の安全は二の次だ。兵士である以上は仕方ないよ。私はここの守りを固めておこう。あんなの無理だ。お前のような匂いのやつはあまりいない。救援要請か。行くぞ。手が足りねえな。なかなかやるな。だが調子に乗るなよ。マリア、これで増援を呼びに行けるぜ。俺が何とかしてやらねえとな。
急いで拠点を作れ。俺はここの守りに徹する。いいぞ、あと少しだ。行ってやろう。大体の巨人の位置は鼻でわかる。拠点を立てな。あんなの見張り拠点の設定は完了したようだな。これだ、巨人の接近を容易に察知できるだろう。行ってやろう。よかった、無事だとは思ってたけどね。ここからは私たちも合流するよ。兵団拠点の設営が済むまで片っ端から巨人を討伐してやろう。すぐに任務に取り掛かれ、油断はするなよ。そろそろ作戦に取り掛かるとしよう。こうも手こずるとは。俺だけじゃどうにもならん。すまない、俺は増援を調達してこよう。助かった、増援を呼んで戦況を立て直す。行ってやる。報告、かなりの数の巨人がこちらに向かってきています。相手する。すぐそこまで巨人の大軍が迫ってきています。兵站拠点の設営が完了したようだな。撤退の準備にかかってくれ。よし、これで任務は完了だね。お前、いい仕事ぶりだったぜ。兵站拠点の壊滅は作戦の失敗と同義だ。巨人が集まる前にここを離れなければ。総員撤退。巨人を討伐し、急ぎ退路を確保せよ。そこを守って、ヤツらを止めて。苦戦してんのか、言ってやらないとな。意外と手だれじゃないか。奴らに兵站拠点を荒らされる前に迎撃用の拠点を設営しておきたいね。手を貸してくれないか。まずは付近の巨人を討伐しておくぞ。狙い通り。ありがとう、助かったよ。よし、迎撃拠点の設営作業に移ろう。なんだあいつ、
他の奴らとは何か違うぞ。行け。仕切り直す。助かりました。早く退路を確保せねば。さらに巨人が集まり兵站拠点が壊されてしまう。ゲルガンならば頼みません。任せとけ。こいつの匂いだったか。すごいじゃないか。君ならやれると思ってた。技が冴えていたからね。リヴァイ、お前も言ってくれるか。ああ、了解だ。撤退せよ。なんだろう、様子がおかしいね。ああ、妙にざわついてるな。あ、三毛分隊長。どうした、何か事件か。被験隊が捕獲した巨人が2体とも殺されたんです。犯人は？まだ見つかっていません。見張りが気づいた時には立体軌道で遥か遠くに行ってしまっていたそうです。兵士の犯行か。で、判事は？しばらく立ち直れないかと。だろうな。君には何が見える？敵は何だと思う？そうか、すまない、変なことを聞いたな。よう、お前は呼ばれなかったんだな。憲兵団だよ。さっきまで訓練兵全員が集められてたんだ。例の巨人殺しの犯人が立体軌道で逃げたって言うから、僕たちの立体軌道装置も調べられたんだ。結局犯人は見つからなかったけど、君は任務中だったから容疑者から除外されてたんだね。お前はもう調査兵団を手伝ってるんだっけ？また巨人とも戦ってんだろ。すげえよな。俺も二度と巨人なんて見たくねえ。早く所属兵団を決めなきゃいけねえのに。なあ兄、お前は憲兵団だったよな。やっぱり俺もそっちにした方がいいかな。あんたさ、人に死ねって言われたら死ぬの？なんだそりゃ、死なねえよ。なら自分に従ったらいいんじゃないの？アルミ、あんたはどうなの？そうしなきゃいけない理由が理解できたら死ななきゃいけない時もあると思うよ。
嫌だけどさ。そう、決めたんだ。あんた弱いくせに根性あるからね。兄ってさ、実は結構優しいよね。は？だって僕らに調査兵団に入ってほしくないみたいだし、憲兵団に入るのも何か理由があるんじゃないの？別に、私はただ自分が助かりたいだけだよ。ついにこの日がやってきたね。待ちに待ったエレンの巨人化検証実験の日が。分隊長、ウキウキしすぎです。そろそろ壁外調査も近いんだし、しっかり検証しておく必要があるよね。てめえのそれは半分趣味じゃねえのか。いやいや、調査兵団としての大切な使命だと思ってるよ。まあ趣味っていうのも否定しないけど、これが人類の存亡をかけた一大実験だってことに変わりはない。エレン、頼むよ。ああ、やれるかわかんねえがやるしかねえ。そういうことだ。さあみんな位置についてくれ。早速実験を始めよう。すみません、巨人になれなくて。いや、エレンは十分頑張ってくれたと思う。君が巨人化できなかったのには何か原因があるはずだ。エレン、君はトロストク奪還作戦で3度巨人化した。最初は巨人の腹の中で、次は駐屯兵団に方向を向けられて。はい、間違いありません。そして市街地の大岩を持ち上げるために巨人化したのが最後です。なるほど。この3回に共通することはいくつかあるけど、中でも着目すべきは何だと思う？って言っても結構距離がないかい？巨人の近くにいたってだけじゃないと思うんだ。私は巨人化の能力はエレンが命の危険を感じた時にだけ発動するんじゃないかと考えてる。ただあくまでこれは仮説であって検証の必要がある。だから次は壁外で実験をしてみよう。おいハンジ、どういうつもりだ？壁外にいる巨人を誘い出してエレンの巨人化を試す。危険だけどこの方法が一番手っ取り早い。しかし壁外での実験を団長が許可するでしょうか？エルヴィンは壁外調査の成果でエレンの有用性を証明すると言った。ならいざ壁外調査に出てエレンが巨人になれなきゃ元も子もないだろ。これは必要不可欠な実験だ。許可は必ずもらえるはずだ。心の準備をしててね、エレンも君も。わかりました。次こそ絶対成功させてみせます。ハンジさん、巨人の誘い出しに成功しました。こちらに向かっています。よくやった、さすがはリヴァイアンだ。それじゃあ早速交戦準備に移ってくれ。エレン、私たちは確かに巨人との戦いに慣れているけど、
だからって必ず君を守り通せるわけじゃないからね。万が一ってこともある。君の命を守れるのは君自身しかいないんだ。はい、やってみせます。よし、いい返事だ。さあ、私たちも配置に着こうか。ああ、今回こそは成功させる。おい、もういいだろ、クソメガネ。この辺りの巨人は狩り尽くしちまったぞ。実験は中止だ。まだエレンは巨人化できてないってのに。ちっ、おい、どういうことだエレン。自分で噛んだ手の傷すら塞がってねえようだが。すみません。くそ、なんでうまくいかねえんだ。おかしいな。エレンが確実に命の危険を感じるように状況を整えたし、演出もバッチリだったのに。巨人を目の前にして命の危険を感じない人間なんていないと思うけどな。そもそも私の立てた仮説が間違ってたのかもしれないし、もう一度考え直す必要がありそうだ。しかし、万が一エレンの能力が壁外での実用に耐えないものだったら、作戦は白紙に戻ってしまいますね。くそ、俺はどうすれば。とりあえず今回は撤収作業に移ろうか。私とモブリットは今回の実験結果をまとめてくるよ。エレンはここで少し休んでて、君はエレンの手当てをしてあげてくれ。悪いな。なんで今頃。落ち着け。